秋元康氏64がプロデュースするメタバースアイドルが大きな注目を集めている。従来のアイドル像にとらわれず、現実空間でも仮想空間でも活動するアイドルグループを生み出すプロジェクト、アイドル 3.0 プロジェクトが進行中だ。メンバー募集は5月7日まで行われ、複数段階のオーディションを経て、今週のデビューを予定している。同プロジェクトの活動資金は、オーバース社が発行した、新規暗号資産、日本アイドルトークン、以下、ニット。ニットは、国内4例目の家を案件で、同社は24日、販売金額の合計が10億円を突破したと発表した。同社によると、イエオを実施したコインブックと DMM ビットコインの2社合計で、販売数量は2億36万9000枚、販売金額は10億184万5000円になったという。改めてプロジェクトに対する関心、期待値の高さを感じさせたが、その理由として考えられるのが、ニット購入申し込み者に与えられる権利だ。主なものとして、購入申し込み者全員に、メンバー候補生の選出投票権及び、ファイナルステイ、自身出社、約100人によるお披露目イベント、オンライン開催予定への参加権を付与。さらに、ファイナルステージの最終審査におけるメンバー候補生選出は、購入申し込み者の投票のみで決定。つまりファンが直接メンバー候補生の選出を行うことになるのだ。暗号資産に詳しい金融関係者も、ほとんど宣伝をしていない中で、10億円を調達したのには驚きましたと証言。グループ関係者によれば、募集中の参加者のレベルも高く、坂道グループに匹敵するグループになる可能性を秘めているという。語学習得サポートや、卒業後を見据えた退職金の支給、進む道サポートなど、手厚いメンバーの支援策も話題となっている。果たして48グループ、坂道グループに続く第3極として存在感を発揮するグループになるのか。